あ、ほら、コアマル喋ってはい、私です。そうか、だから名前もちゃんと言っとこうよ。そうですね、ごめんね、それ言ってもらった方が良かったね、最初にね。はい、じゃあ端からどうぞ。ちょっと端から行こう。喋らないコアマルです。あ、松井コアって言います、よろしくお願いします。喋らないの？あいつ喋っても面白くないんですよ。そう、なんかもうなんか滑るみたいな感じで、変なとこで喋るよ。なんか今日変なとこで喋ったらぶっ飛ばすぞ。いやいや、恐ろしいな。怖すぎる。だから今日はあんまり。そうなの？今日笑ってるだけでね。そうです。喋ったら滑るの？そうなんですよ。大丈夫、アイドルなんか大概みんな滑り倒してから大丈夫だって。本当ですか？面白いアイドルなんかほぼ見たことないから、ね。面白い人いますよ。この人ですか？はい、いや、そんなん言われて喋ったら超かわいそうだよ。そういうとこなんですよ、もう。いや、顔しかめっ面しすぎだって。本当、本当そういうとこ。そうなの？ああ、じゃあ喋らすと危ないってことね。かわいいから黙って笑ってればいいんですよ。いや、すごい。じゃあかわいいからのとこには何も反論しないじゃないですか。そう、ジェシカ過剰なんで。ビジュアル担当みたいなことですか？わかんないです。そうなんですかね。わかんないですっていうあたりがまたね、恐ろしい。次行こう、次。はい、次行こう。コアマルね。プラスチックカラーのリーダーをしている橋本ゆりやと言います。よろしくお願いします。リーダー、はい、リーダーです。リーダーだけさ、なんか衣装がすげえ攻めてない？あの、私だけいつも布の面積が狭くて。え、そういう、なんかリーダーはあのおっぱい出しとこうみたいな。リーダーおっぱい出しとこう、はい、そんなグループフレッシュに呼んじゃって間違えたんじゃないですか？あ、うちフレッシュじゃないですよ。違うの？フレッシュに呼んだの？結婚ババアですよ。間違えちゃったんだね、じゃあね。いや、でもいいわいいわ。ちょっとせっかくなんで、ほらカメラにさ、もうちょっとアピールしといた方がいいんじゃない？そば、いや、あの、ちょっとあざといとこ狙っていこうと思います。あ、そうしましょう。はい、さりげなく狙っていこう。あざとくみんなで行こうね、本当に。リーダーはちょっとセクシーな感じの担当でもあるってことですね。はいはい、わかりました。はい、さあ、そして、はい、私は盛り上げ隊長、星野美久です。はい、いや、自分の番来たら急におとなしい感じになってるじゃないですか。なんか今日、はい、あの、何を言っちゃいけないことか聞くの忘れたんで、はいはい、なんかいつも、あ、言っちゃいけないこと言っちゃうんですか？好き勝手に暴れてるんですけど。あ、いいんです、いいんです、その番組はいいんですよ、それで。でも事務所からは、あの、はい、うん、丸子だけは言っちゃダメって言われてるんで、それだけを守っていきたいなって思ってます。いや、それ、それ以外は何にもしていいです。いや、それはもう本当に人間として言っちゃダメなことだから。大丈夫、アイドルだからとか番組がどうこうじゃなくて、人間として言わない方がいいのよ。そうなんですか？でもみんな出ますよ。いや、もうダメ、そんなこと言うと、ほら、もう出てきちゃってるから。イエーイ、ビデモットやれ。いや、まあいいですよ、う、まる、こ、これで、いや、ちょ、丸の位置がおかしくなってるから。いいです、まあ何でもね、コメント書いてくれるなら。